Thank you.
じゃねえか。どの面下げてこの町に戻ってきてんだ。なんだよいきなり。おや、何の姿が見えないな。ついに見放されちゃったか。違う、いつもしつこいから僕があいつから逃げてるの。これがあるからダングレスト行きを最初嫌がったんだな。あんたらがこいつ拾った新しいギルドの人、相手は選んだ方がいいぜ。自慢できるのは所属したギルドの数だけだし。あ、それ自慢にならねえか。カロルの友達か。相手は選んだ方がいいぜ。なんだと。
あなた方の品位を疑います。ふざけやって。あんた言うわね。ま、でも同感。言わせておけば。何の音？やっべ、また来やがった。行くぞ。継承、魔物が来たんだ。魔物って、まさかこの振動、その魔物の足音だとすると、こりゃ大群だな。まあ、でも心配いらないよ。最近やけに多いけど、ここの結界は丈夫で、破られたこともないしね。外の魔物だって、ギルドが撃退。結界が消えた？一体どうなってんの？魔物は来てるのに。ったく、行く場所行く場所、厄介ごと起こりやがって。なんかついてんのよ、あんた。かもな。ユーリ、魔物を止めに行きましょう。だけの魔物、どっから湧いてくんだ。ちょっと異常だよ。魔物の様子も普段と違いませんか。来るよ。いっちょやるか。放流レンガだ。気抜くな、すぐ次の来るぞ。こんなにたくさんの魔物、どうして。筋は曲げねってか。なるほど、こいつが本物のギルドか。ちょっとそこの案内しなさい。そこのて僕え、どこへ。シルトブラスティアを直しに行くんです。このままでは魔物の群れに飲み込まれます。
俺しかなさそうだな。来た途端に結界が消えるって、この町一体どうなってんだよ。生まれた時からダングレストにいるけど、こんなこと僕も初めてだよ。その初めてがなんで私らが来た時に起こるのよ。僕に惹かれたってわからないって。おいおい、なんかついてるなんて話本気にしてんじゃねえだろうな。せんぞ。ったく、ほんと次から次に、もう。あ、この切り
に変えてけよ。攻撃乱暴なことしやがる。シルト・ブラスティアの不調はこいつらの仕業かよ。でもこっちも大変な騒ぎだね。なんだ、ドンの説得はもう諦めたのか。今はやれることをやるだけだ。それでシルト・ブラスティアの修復は。天才魔導士様次第ってやつだ。フォーは残って、術式をじっと止めただけね。これ増幅器、それにまたこの術式、エフミドのお金と同じ。魔物の襲撃と結界の消失、同時だったのはただの偶然じゃないよな。おそらくは。お前が来たってことは、これも帝国のゴタゴタと関連ありってわけか。わからない、だから確かめに来た。それが、あれね、これが、こう。さすがリタ。よし、外の魔物を一掃する。外ならギルドも文句を言うまい。魔物の方はフレンに任せて、俺らはユニオンにバルボスの話を聞きに行くぞ。フレンのこと信頼してるんですね。他が信頼できないだけの話だろう。比較の問題ってやつだな。時々ユーリの言うことは難しいです。この町にギルドってどれぐらいいるんだ？正確な数は知らないけど、ざっと100以上はいると思うよ。げえ、そんなにかよ。それ全部がユニオンに入ってんのか？うん、全部ってわけじゃないけど、でもそうだな、9割くらいは入ってるかも。それのトップ張ってるってことは、ドンってやっぱ本当にすげえんだな。そりゃなんたってドンだからね。なんであんたが誇らしげ。なんだお前たち。ドンに会って話したいことがあるんだ。取り継いでくれ。五大ギルドに関係があることなんだ。見ない顔だな。どこのギルドだ。どこってどこでもないけど。あいにくドンは魔物の群れを追って町を出てったぞ。魔物の群れを。ああ、魔物の巣を一網打尽にするんだと。なるほど、教えてくれてサンキューな。うん。ドンの手伝いをしたら、ドンに認めてもらえて。しょうがねえな。町で情報を探るか。え？ドンの手伝いに行かないの？魔物の巣の場所
知ってるのか。あ、そっか。手詰まりみたいだし、私警部モックの調査に行ってくる。そんな勝手に。面倒な仕事はさっさと終わらせたいの。けどそれならエステルも一緒ってこと？そうですね、アレクセイにはそう言いましたし。大丈夫ですよ、二人でもちゃんとやれます。そうもいかねえだろう。怪我でもされたら俺がフレンに殺される。いいの、ユーリ。あ、有力な手がかりもねえしな。なら決まりですね。ケーブモック大森林に行きます。ケーブモック大森林とは、偶然ってあるもんだね。そういえばフレンは何をしにダングレストまで来たんだろうね。帝国とユニオンは基本的に仲悪いから、騎士が来ることなんて滅多にないのに。ただの観光なわけはねえからな。当然なんかの任務でってことだろうよ。フレン大丈夫でしょうか。ギルドの人たちの風当たりは強かったみたいですし。その程度でつまずくほどあいつはデリケートにはできちゃいねえよ。なんせ騎士になるまでずっと下町で育ってきたんだからな。そうだといいんですが。そりゃあね、ギルド最大の町だし、みんな信念持って生きてるから。エステルはダングレストは好き？はい、すごくいい町だと思います。ユリは？うん、結界が消えたりしなけりゃすげえいい場所なんじゃねえの。またそういうこと。冗談だよ、悪くねえと思うぜ。少し下町に雰囲気似てるし。一歩前進。これは明日をみなぎってきたよ。
抜くなよ。放流連打、これだ最後のオール。はい、これだ。ガオ撃スイスローアッパー。ローハ、楽できたな。じゃあやるか。これだ、ゴー勝負。はい、これだ。人生に変化するためのもの。変人ローハ、楽できたな。一歩前進ってな。見た目の話ならしなくていいぞ。俺らもう姿だけなら見てるから。だとするとそうだな。とにかくすごい人なんだよ。わかったか、エステル。カロルがドンを尊敬しているのはなんとなく伝わってきました。あとはちょっと。だからドンは言葉で言い表せないくらいすごいってこと。まあそういうことにしとこうぜ。じゃあやるか。これだ、発進しかも。余裕、どいつだ。これだ、放流連打。楽勝、一歩前進。けどここまで成長すると逆に不健康な感じがすんな。カロルが言ってた通りね。ヘリオードでブラスティアが暴走した時の感じに。気をつけて、誰かいるよ。よっ、偶然。こんなとこで何してんだよ。自然観察と森林浴って感じだな。うさんくさい。あれ、歓迎されてない？本気で歓迎されるなんて思ってたんじゃないでしょうね。
そんなこと言うなよ。俺役に立つぜ。役に立つってまさか一緒に来たいとか。そうよ、一人じゃ寂しいしさ。何？ダメ？背後には気をつけてね。変なことしたら殺すから。なあ、俺ってばそんなにうさんくさい？ああ、うさんくささが全身からにじみ出てるな。どれどれ？余計な真似したら俺何するかわかんないんで、そこんところはよろしくな。改めて言うことじゃないけど、おっさんマジでうさんくさいんだけど、どこまで一緒に来るつもりなんだろうね。ケーブモックの森に用があるんでしょうか。とか言われてるけど、なんか答えられることねえのか。ん？そりゃどこまでもついていきますよ。それと森に来た理由は本当の自分を探すためって言ったでしょ。あんたがさっき言った理由は自然観察と森林浴でしょうが。あれ、そうだっけ。そう頻繁に記憶が飛ぶんじゃ自分も探したくなるわな。そういうこと。本当にうさんくさいね。